はい、皆さんこんにちは。元ブライダルモデル、ヨガインストラクター、エステサロン代表の萌えことひよたま萌えです。今日はね、ウエスト周りの浮き輪肉と下腹ほっこりのお肉、ついでに後ろ側の腰周りのお肉を一気に超簡単に取っていく方法をお伝えしていきたいと思います。ポイントはね、お腹から肋骨までのあたりはしっかりとピターと床につけた状態で上半身を伸ばします。首を長く、そうすることによってなんと小顔効果まであるんです。胸の前側の筋膜リリースもできます。特にね、デスクワークが多い方なんかはこれだけ行うだけでもとっても効果があるので行ってみて。さあ次は内筋、上半身をねじっていくよ。さあもうここまで来たら、あなたのお腹周り、そして腰周りの浮き輪肉はとっても燃えやすくなっていて、今こうやってねじることによって最高にくびれるから、頑張って、あと少し。ポイントはね、歯を食いしばるほど頑張るんじゃなくって、くびれたい箇所からねじっていく。そしていらない上半身の力は抜いて、耳、肩のあたりのリラックスをしてください。 OK、 反対側も同じね。ねじった時にちょっと痛いなと感じる箇所、そこがまさにあなたが老廃物が溜まっている箇所なので、このあたりをちょっとね、暇な時につまんだりしてマッサージしたりしても効果があります。痛い、硬いという箇所をしっかりと見つけていくということをポイントです。ご自身の体を知っていくということがポイント。もうあと少しだから頑張って。もうだいぶくびれてきたと思います。横向きになって寝転んだ状態で、上の方の足の膝を曲げて、できれば足の甲を持っていきましょう。ももの前側をしっかりと伸ばしていくストレッチです。どうしても手で足の甲を持つのが辛いという方は、ハンドタオルか何かを使って少し長さを出して軽減していただいても大丈夫ですよ。無理をしないで、ご自身のペースでゆっくりと、息が止まらないように行っていきましょう。反対側も同じように準備していきます。下の足の膝は少し曲げていただいても大丈夫です。さあゆっくりとご自身のペースで呼吸を行いながら、手は後ろの方へ持っていきます。足の甲が持てないという方はタオルか何かを使って長さを出してね。意識がもしできるのであれば、お腹にキュッと力を入れて、首、肩の力は抜いていきましょう。このストレッチを行うことで、余分に張り出してしまった太ももの前側とか大天使の張りがなくなって、ほっそりしてきます。次はソラシックツイストです。右の手を頭の後ろに置いて、そして右の体側のあたりを伸ばしていくんだけども、ツイストしている時に固まっている箇所が、あなたのリンパの流れが滞っている箇所なので、しっかりと今日一日硬かった箇所をつまんだり叩いたりマッサージしたりしてみてもとっても効果があります。さあ反対側も同じように行っていくよ。さあどこが引っかかるかな。ご自身の体側の引っかかる箇所、そして固まっている箇所、そしてリンパが滞っている箇所をしっかり探してみて、左右差も感じてみましょう。引っかかるところが、残念ながら老廃物が溜まっちゃっている箇所なので、しっかりと伸ばしていこうね。呼吸も止めないで、あと少し。
三角座りになって肩の真下に手首が来るように手を指先を前にして両手を床について準備しましょう。息を吐いて少し胸を丸めて息を吸いながらぐっと胸を開いていきます。普段動かすことの少ない鎖骨、胸骨、肋骨のあたりを動かしていくことによって猫背巻き肩を解消し息を深くすることができます。ポイントは腰から反るんじゃなくって両手からしっかりと反っていくことです。四つ這いから片方の手だけ頭の後ろで組んで準備していきます。床の手をしっかりと押して反対側の手をしっかりとねじっていきます。なるべく背骨を長く保って頭の後ろで手を組んでいる方の脇の下をぐーっと開いていくようなイメージね。息を吸って戻して吐いてねじっていきます。吸って吐いてあと少し、反対側も同じように準備していきましょう。無理にたくさんねじるのではなくて背骨を長く保って意識できるのであれば両膝はそのまま動かさないで骨盤も平行のままでいけるところをまで無理のない範囲でねじっていこうとします。呼吸を深く行うことで背骨がどんどんと伸びてきて猫背解消になります。両手の肘を伸ばして脇の下を床に近づけ顔は向きやすい方をほっぺたを下にして両方の足は膝立ちで準備していきます。支えていた方の手の肘を伸ばしバンザイして両手をチェンジしていきます。これを繰り返していきましょう。胸の前側の筋肉がしっかりと開いていくことによって鎖骨の開き、そして小顔効果まであります。ポイントは意識できるのであれば骨盤平行、両膝には均等に体重を乗せていこうとします。さあ次は三角のポーズ、しっかりと足を体側を伸ばしていきます。右の足の先をまっすぐに、左の足の先を前側に向けて右の手をバンザイして行っていきます。左の手は左の足を滑らせるように軽く置いていきます。ゆっくりと体側を伸ばしていきます。ポイントは上体が前や後ろに倒れないようにしっかりと真横に倒していく。この状態が辛いという人はお尻のあたりを壁に置いて行っていただいても大丈夫です。反対側も同じように準備していきましょう。どうしても辛いという人はもう背面全体ね、壁に寄りかかった状態で行っていただいても大丈夫です。余裕があれば目線は少し空かまっすぐ前を見つめていきましょう。無理にたくさん倒す必要は全然ないです。左側の体側が伸びているなぁと感じたら大正解。巻き肩にならないように、前に倒れないように、それだけ気をつけていきましょう。LINE のお友達限定で無料プレゼントがあります。運動を習慣化するためのカレンダーと、これさえやれば OK 1週間のエクササイズメニューです。概要欄からお友達登録お待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。